実2カ所目に来ました。今から、岩原の橋の下の8番のところに入ろうかと思います。さあ車を止めて、8番は トップスっていうラフティングの店のちょっと下流のところに入り口があるようです。ここも初めて入ります。降りたことは、見に行ったことはあるようなないようなところなんですが、さあどんな感じなんでしょう。楽しみです。どこ行こう、せじりやな。あのど真ん中はちょっと無理やと思うんで、もう最後の最後やな。背形に木が一本なんかあるな、嫌なとこに。あのせじりあたりやろな、あのあたり狙ってちょっと行ってみたいと思います。さあどんな感じなんでしょう。よいしょ。あ、なんかすごい行きやすい、すごい楽。これは相当人が入ってるから。あ、すごい行きやすい感じです。階段が最初あって、帰りは辛いかもしれんけど、よいしょ。さあどんな感じですか。道がもう綺麗に整備されて、草もあんまり生えてないですね。わ、すごい楽。こんなとこやったんや。こんな楽なところがあるとは。でも楽なところは人がよう入るやろうから、あんまり。よいしょ。これ右行ったら背形やね。どこ行こうや。あ、この間から降りていこうかな。この辺かな。向こうから降りやすいところがあるのかな。そこでも川になってるだけ。あっちもっと降りやすいか。ちょっと素直にこっち行ってみようか。何これ、これ行きにくいな、川みたいな。どうしよう。よし、やっぱり向こうから行こうか。ちょっと行きにくかった。こっちかな。よいしょ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 。これやな、この正面ぐらいに降りて降りましょうか。向こうの降りやすいんかな。よいしょ。どこから降りよう。こっちか。よいしょ。よいしょ。よいしょ。こっからはもうあとはかな。よし。よいしょ。
ちちちちち。よいしょ。よいしょか。あ、これね。ここにつけとこうかな。よいしょ。はい。こんな感じです。まあ、小さい背かな。どっちかというと、まあ、この辺りが辻利でやってみようと思います。誰か入ったかな今日。この辺りもなんかいっぱい入れれそう。あの辺りもあそこの下も行けそうやな。面白そう。さあ頑張ります。いつもご視聴ありがとうございます。本日2カ所目に来ました。場所は高知県嶺北吉野川の、岩原の一つ上ですね。あれが正面に見えてる赤い橋が岩原の橋です。その上流のところにこの上トップス TOPS トップスっていう、ラフティングのお店があるんですが、そこの下のところの線ですね、漁協の 番号でいうところの8番に来ました。ですね、ここです。はい、あ、さっき降りてきた時に見せたんかな、ですね、こんな感じです。小さな生ですが、今日ちょっと潮が引いてるんじゃなくて水位が低いんで、なんかこの岩に渡れて、あの奥がちょっとなんか狙いそうな感じだったんで、いい感じだなと思って、ここまず、から攻めてみたいと思います。はい、竿は、シマノアドバンフォース旧世 100NW、仕掛け天井糸2号、水中糸 0.4 号、中ハリス、2号、上からアジセバリ、セバリアジ4号、花冠8mm、酒針ガマカツ大鮎用で、ハリス、ハリス2号ハリ、ガマカツ大鮎無双9号の2本チラシ、ですね、いつものパターンで。はい、まずは行きたいと思います。さあここで尺鮎釣れるでしょうか。尺鮎チャレンジ、大鮎チャレンジ、頑張ります。
よし、でかい、でかい、やった、やった、おった、おった、おとりと同じぐらいの大きさのおった、よっしゃー、よっしゃー、尺はないけど、嬉しいよ。よっしゃ、来ました、これです。くーでかい、来ました。25、6クラスかな、ちょ、20、25ですね。よっしゃ、おったー。いや、なんか引っかかった。なんかあの辺り木があるとは思ってたけどな。